え、お姉ちゃんどうしたの？住むところないから来ちゃった。こういう時こそ姉妹で助け合わないとね。そう言って引っ越し業者の人に勝手に指示を出して荷物を運び入れる姉。あら、こっちの部屋も広いわね。じゃあ私はこことここの部屋ね。はあ、何言ってるの。ダメだよそこは。姉は私の言うことに聞く耳を持たずに勝手に荷物を入れてしまった。だがそんな姉にこのあと不幸な出来事が起きるのだった。私の名前はのぞみ、28歳の会社員だ。私は仕事が大好きで、大学を卒業してから就職した会社で一生懸命に働き続けている。尊敬できる先輩や上司に囲まれながら、私はたくさんのことを学ばせてもらっていて、とても充実した毎日を送っている。これからどんどん仕事でステップアップしていっていきたい。そう思いながら仕事を頑張っていた。そんな中、ある日母から連絡が来た。どうやら姉のゆかが結婚をするらしい。私はその報告を受けてとてもびっくりした。というのも、姉は控えめに言っても結構なクズだったからだ。昔から素行が悪く、学校にもまともに行かずに、高校も退学処分になった姉は、今まで親に散々迷惑をかけていたのに、すぐに家を出て行った。それからは一切連絡をしてこずに、金がない時だけたまに帰ってきて、親に金をせびっていた。私はよく同級生とかから姉の目撃情報を聞いていたのだが、姉はその都度違う男の人と一緒にいて、男遊びがひどかったらしい。自分では部屋を借りずに、男の人の家を転々としているという噂も聞いたことがある。だからそんな姉が結婚すると聞いて、心底驚いたのだ。そして姉を結婚相手として選ぶような男性は、一体どういう人なのだろうと、とても気になった。母からの連絡によると、今度の日曜日に、姉が婚約者を連れて挨拶に来るとのことだったので、私もその場に立ち会うことにした。そしてやってきた結婚の挨拶の日。私はそわそわしていたが、親はそれ以上に落ち着かない様子だった。それもそうだ。どうしようもないほど手のつけられなかった姉が連れてくる結婚相手だ。もしかしたらゴリゴリのヤンキーかもしれない。私たちが緊張しながら待っていると、インターホンが鳴った。そして私たちが玄関を開けると、そこには姉の姿があった。私と両親は驚いた。というのも、姉は黒髪で、清楚な雰囲気にしていたからだ。私が最後に会った時は、金髪で派手なメイクに派手な服を着ていたのだが、今の姉は、黒髪ロングで清楚な服装を着ているのだ。これは別人か、と思ったが、話し声は間違いなく姉だった。そしてその隣には、これまた真面目そうで、優しそうな男性が立っていた。はじめまして、マサトと申します。そう言って丁寧に挨拶をする姉の婚約者。私たちは予想もしていなかった事態に、しばらく固まって動けなかった。とりあえず中に入れてよ。そういう姉の言葉にはっと我に返って、私たちは二人を家の中に入れた。ゆかとはどこで知り合ったんですか？マッチングアプリです。お互いに共通の趣味があって、そこから話が弾んで二人で会うようになってという流れで、距離が縮んでいきました。今の時代はそういう出会い方があるのね。そりゃお母さんの時代とは変わるわよ。マサトさんは〇〇っていう大手企業に勤めていて、とっても優秀なの。私と親はびっくりした。〇〇という企業は、誰もが聞いたことがある超大手の会社だ。そんな会社で働くエリートサラリーマンが、まさか姉と結婚するなんて。でも別人のように雰囲気が変わった姉を見ると、姉自身が改心したのかもしれない。
親はなんだかんだで姉が幸せな結婚ができると知り、嬉しそうにしていた。私も姉のことはどうしようもないと思っていたが、まともになってちゃんと幸せをつかんでいてよかったなと思った。その後、両家の顔合わせも済ませて、姉と正人さんは結婚した。結婚式はとてもいい式で、私もなんだか結婚をしたいなという気持ちになった。まあいい相手がいないのだが、それから私はいつも通りの日常に戻った。毎日仕事漬けで、これじゃあ出会いもないし、恋愛もできないよなぁと思いながらも、仕事人間なので、やっぱり仕事に打ち込んでしまう。そしてそれを助長するように、私は大きな仕事を任された。我が社にとってもかなり重要な仕事だから、頑張れよ。はい、頑張ります。それからの約半年くらいは、ひたすらそのプロジェクトに打ち込んだ。他のことは一切頭になかった。プロジェクトは無事に成功し、私はプロジェクトが終わってから、まるで抜け殻のようになった。もちろんその後も仕事は続くのだが、大きなプロジェクトをやりきった時の完全燃焼感はすごかった。一応大きなプロジェクトが終わった後に、2、3日ほど休みをもらえたので、そこでリフレッシュすることができたのでよかったが、これほど全神経を集中させた仕事は今までになかったと思う。それくらい達成感を味わった。でもそろそろ切り替えないとな。そう思いながら、少しずついつもの仕事に取り掛かっていた私。だがそんな中、ある日驚きの出来事が起きた。私が仕事を終えて、スマホを見ると、母から電話とメッセージが来ていた。その内容を見て私は驚いた。そして私はすぐに実家に帰った。ああ、のぞみ、来てくれたのね。お姉ちゃんは？今にいるわ。お姉ちゃん、どうしたの？なんでのぞみ帰ってきたの？だってお姉ちゃんが離婚したってお母さんから聞かされて。お母さん話したの？そりゃびっくりしたもの。家族には伝えないといけないでしょ。まあいいわ。そうよ、正人さんとは離婚したわ。どうして離婚したの？知らないわよ。一方的に別れを告げられたんだから。姉の発言に私も親も困惑した。だが過去の姉のことを考えると、どこか納得してしまう部分もあった。まあ離婚になったってことで、しばらくは実家で暮らすから。お姉ちゃん一人暮らししないの？だって私専業主婦だったし無理だよ。じゃあアルバイトをするとか。離婚されて昇進状態なのに働けるわけないでしょ。それじゃあお父さんたちに帰省するってこと？いや、言い方、ちょっと助けてもらうだけよ。他に頼ると来ないんだから。そんな。姉はそう言って無理やり実家に居座った。親は姉が住み着いたことにとても困っていた。だから私は定期的に実家に帰って親のサポートをすることにした。案の定姉はぐうたらして、家事はしないわ、家は汚すわで、本当にひどかったらしい。そして親にお金をたかって、夜にしょっちゅう出歩いてるそうだ。今も私は仕事帰りに実家に立ち寄ったのだが、姉の姿はなかった。どこかに出かけていき、夜中の2時ごろだったり、朝方に帰ってくるそうだ。しかも夜中に帰ってくるときに、男の人を連れてきたりするのよ。それで今でお酒を飲みながら騒いだりしてて、本当に迷惑なの。そんな。私は姉がそこまで親に迷惑をかけているのを知って呆然とした。そして私は実家に泊まって姉のことを待った。姉は親の言う通り2時ごろに帰ってきた。お姉ちゃん、何やってるの？
なんでのぞみがいるの？お母さんたちが困ってるって聞いたからよ。は、何を困ってるっていうの？お姉ちゃんがこうやっていつも夜中に帰ってきて、しかも男の人を連れ込んで朝方まで騒いでいるからだよ。お父さんはまだ定年迎えてなくて仕事もあるっていうのに、そんな風に騒がれたら困るでしょ。別にもう大した仕事を任されない年齢なんだからいいでしょ。なんならお父さんだって一緒に飲めばいいのに。朝方まで一緒に飲んでそのまま仕事行けばいいのよ。何言ってるの？そんな無責任なことを社会人がしちゃダメでしょ。もうめんどくさいな。あんた説教するためにやってきたの？そうよ。これ以上お母さんたちに迷惑をかけるならこの家から出て行って。はあ、なんでそんなことをあんたに言われなきゃならないの？お母さんたちが困ってるから私が言ってるのよ。その年でニートで親に迷惑かけて恥ずかしいと思わないの？うるさいな。自分が会社員だからって上に立ってるつもり？そうじゃないよ。お母さんたちが困ってるのを見ていたくないの。だったらあんたの家で暮らすわ。はあ？あんたがお母さんたちのためを思ってるんなら、あんたの家に私を置きなさいよ。そう、それは無理よ。だったらここで暮らすわ。それもダメよ。ちゃんと働いて一人暮らしをして。頼れる場所があるのにどうして働く必要があるの？私はあんたの家かここで暮らすわ。姉はそう言って絶対に一人で暮らそうとしなかった。その様子を見かねた母は、もういいわよのぞみと言って私を止めた。でも、とりあえずはここにいればいいわ。もちろんそうするわよ。そう言って姉は自分の部屋に入ってしまった。のぞみ、迷惑かけてごめんね。ううん、私こそ何もできなくてごめん。もう夜中だし寝ましょう。母はそう言いながらかなり疲れた顔をしていた。これはかなりまずいな。私は直感的にそう思った。そしてその勘は当たってしまった。母はある日体調を崩してしまって入院することになった。お母さん大丈夫？ああ、すまないね、ちょっと疲れてしまって。母が入院するほど精神的に追い詰めた姉のことを私は許せなかった。父も相当怒ったようだ。姉に対して出ていくように言ったらしい。そして姉には一切お金を渡さず、また家事も自分の分だけして姉の分は一切しなかったようだ。男の人を連れてきた時は警察を呼ぶと言って追い返したそうだ。それで姉と父はかなり仲が悪い状態になっているらしい。父が怒るのはもっともだし、姉が全面的に悪い。だからすぐにでもバイトを始めて一人で暮らしてほしいと思う。だがそんな中、姉はとんでもないことをしでかした。え、お姉ちゃんどうしたの？住むところないから来ちゃった。こういう時こそ姉妹で助け合わないとね。じゃあお願いします。そう言って引っ越し業者の人に勝手に指示を出して荷物を運び入れる姉。っていうか、あんたこんないい家に住んでるの？知らなかったけど結構儲かってるのね。あら、こっちの部屋も広いわね。じゃあ私はこことここの部屋ね。はあ、何言ってるの？ダメだよそこは。あんた独り身のくせに物持ちすぎね。とりあえずこの辺の荷物は外に出して。と姉は私の言うことに聞く耳を持たずに勝手に荷物を入れてしまった。私はあまりに突然のことすぎて私は唖然としてしまった。だがそんな姉にこのあと不幸な出来事が起きるのだった。ふう、疲れた？今のソファーに寝転がる姉。
ちょっとお姉ちゃん、どうしてここがわかったの？ああ、実家の引き出しの中にあんたの住所が書かれた紙があったのよ。お父さんもお母さんもアナログな人だから、そうやってメモを置いてたのね。おかげで無事にあのクソ親父のところから出てこれたわ。そんな、お姉ちゃん、言っておくけどここに住むことは許せないからね。そんなこと言われても、もう荷物も運んじゃったし。姉はそう言って、ソファーから起き上がり、勝手に冷蔵庫を開けた。あ、プリンがあるわね。もう来。あ、ちょっとダメ。大変なことになるよ。はあ、おかしなこと言うのね、あんた。プリン食べて大変なことになる。笑いのセンスあげたわね。姉はそう言って、美味しそうにプリンを食べた。するとその時、家の鍵が開いた。ただいま。え、誰？おかえり、舞。この人、私のお姉ちゃんなの。どうも、こんにちは。どうも。お友達が遊びに来る予定だったの。同居人よ。え、同居人。舞は高校の時の同級生なの。その時、舞が姉が持っているプリンの空箱に気づいた。ああ、おいてめえ、それ私のプリンじゃないのか。え、舞はそう言って姉のとこまで近づいていった。おい、やっぱり私のじゃねえかよ。この蓋に私のイニシャルが書いてあるじゃねえか。お前なんで人のプリン勝手に食ってんだよ。ああ、そう言って舞は姉の胸ぐらをつかんだ。姉は完全にビビって縮こまっている。姉自身も昔は悪だったが、舞はそれ以上のもとやんだった。舞は生まれつき背が高く、そして力も強かった。実家が柔道の道場を営んでいて、柔道技も完全に仕込まれていたので、喧嘩も負けたことがなかったのだ。そして今は会社員をしながら、プロのキックボクサーもしている。だから大人になってからずっと遊び続けていた姉では、勝てるはずがないのだ。謝れよ。人のプリンに勝手に手を出したこと、絶対に許さねえ。ごめんなさい。あ、謝りますから許してください。じゃあ今すぐ買ってこい。はい。舞に命令されて、慌ててプリンを買ってこようとする姉。だがすぐに舞に呼び戻された。おい、ちょっと待てよ。はい。これもしかして、お前のものか。姉は舞の部屋に勝手に荷物を置いていた。しかも舞の荷物を一部廊下に出してもいた。なんで私のものが廊下に出てんだよ。私はチャンスだと思い、この機会に姉を懲らしめようと思った。お姉ちゃんは勝手に荷物を運んで、無理やりここに引っ越そうとしたのよ。そして私と舞の両方の部屋に荷物を勝手に置いたの。あ、のぞみ、そんな正直に全部言わなくても。はあ、お前何やってんの？そんなこと許されると思ってるの？ごめんなさい。すぐ出て行きますから。当たり前だろ。その前にプリン買ってこい。はい。姉はそう言って、すぐにプリンを買いに行った。そして戻ってきて舞に献上した後、家に運んだばかりの荷物を持って出て行くことになった。あの、これ全部私一人じゃ運べないのですが。は、知らねえよ。全部外に運んでやるから、その後は自分で何とかしろ。そう言って、舞はその腕力を存分に発揮して、姉の荷物をボンボン外に放り出していった。やめてください。ああ。姉は慌てながら、外に放り出された荷物のところに走っていった。
その瞬間、舞は玄関を閉めて鍵をかけた。舞、ありがとう。ああ、全然いいよ。前々からのぞみの姉ちゃんのことについては聞いていたからな。でものぞみの許可なく、失礼な態度をとってごめん。全然大丈夫。むしろスカッとしたよ。それならよかった。でもプリンの件に関してはガチで腹立ったから、のぞみの許可とか関係なく切れてたわ。舞はものすごい甘党で、プリンが世界で一番好きなのだ。だから自分が冷蔵庫に入れているプリンを勝手に食べられるなんてことされたら、昔なら誰も止められないほど暴れていた。むしろ大人になってからの舞が相手で、姉は命を救われたと思う。その後、姉は実家に戻ろうとしたそうだが、父は鍵を変えていたらしく、家に入れなかったそうだ。それで姉は大量の荷物をどうすればいいかわからず、公園で野宿をしたそうだ。しかもその日は夜に大雨が降って、姉が持っていた荷物は全部ずぶ濡れになったらしい。そして翌日の朝に職質を受け、荷物を撤去するように怒られたそうだ。姉は、家族から見捨てられたんですと、警察官に泣きながら訴えて、警察官のことも困らせていたらしい。結局、姉は使用許可なく公園の敷地で寝泊まりしたとして、管轄する市役所などの本来の使用目的である、住民サービスを妨害したとして、偽計業務妨害及び軽犯罪法違反で逮捕されたそうだ。だが私も父も母も誰一人として姉の相手をしなかった。そのため姉は罰則金を支払うことになったそうだ。結局、姉はたくさんの男たちに連絡して、なんとか来てくれた男に助けてもらおうとしたらしい。だがボロボロの服でずぶ濡れで、メイクも落ちた姉は、誰にも相手にされなかったそうだ。最終的に姉は元夫の正人さんに連絡を取ったそうだ。だが姉が離婚した理由は実は姉の不倫だったらしく、姉は慰謝料の支払いをずっと滞らせていたらしい。そのため正人さんは慰謝料を支払うことを念書に書かせて、なんとか罰則金を支払ってもらったそうだ。だが姉は滞らせてきた数百万の慰謝料を支払わなければならなくなり、やっとバイトを始めて、そこでボロアパートに住みながら、給料のほとんどを慰謝料の支払いに充てて、貧しい生活を送っているそうだ。すべては自業自得だし、いい君だ。一方、私は舞と仲良くルームシェア生活を送っている。母も無事に退院して、父と平和な日常を送っているそうだ。これからも姉以外の家族で仲良く幸せに生きていきたいと思う。俺の命令が聞けないなら離婚だからな。そして夫は離婚届を突き出した。遅かれ早かれこうなることは想定内だ。了解。じゃあ離婚しましょう。は、私はその場で離婚届を書き上げた。じゃあ私が提出しておくね。夫は自分から離婚届を渡したのになぜか唖然としている。お前分かってんのか。俺がいなきゃお前は天涯孤独。はいはい、天涯孤独ね。言いたいことはそれだけ。だったらもういいでしょ。私引っ越しの準備で忙しいのよ。なんで引っ越しの準備なんてしてんだよ。え、簡単なことでしょ。あなたと離婚して出ていくつもりだったからね。最後のタイミングはバッチリだったね。私は望み、数年前に夫の正人と結婚した。子供のいない私たちは共働きだ。私は社会人1年目で、両親を事故で亡くして以来、天涯孤独だった。だから、夫と結婚できた時は本当に嬉しかった。この人と自分の家族を作っていく。子供は2人がいいな。
なんてそんな明るい未来に期待を膨らませていた。しかし現実はそれとはかけ離れたもので、結婚後少しずつ夫の態度が冷たくなったのだ。のぞみはさ、俺がいなくなっちゃったら天涯孤独に逆戻りだね。夫は小さな言い争いになると必ずこの言葉を持ち出す。私の弱みをネチネチと攻撃するのだ。しかも言い争いの種といえば私の家事に関する小言だ。え、今日の夕飯って煮物？ちょっとじじくさくない？あのさ、私連絡したでしょ。今日は何が食べたいかって。何でもいいって言ったのあなたでしょ。そうだよ。それでも夫が食べたいものを考えて作るのが主婦だと思うけどな。あ、今日はパエリアの気分だったのにな。だったらそう言ってよ。だから言わなくても別れって。結局何を作っても文句言うでしょ。は、お前今なんて。私もあなたと同じだけ働いてるの。その中で私だけが家事を担ってるんだよ。そんな言い方なくない？お前家のことするの好きだって結婚する前に言ってたじゃん。確かに好きだよ。でもそれにいちいちケチつけられたらやる気だってなくなるよ。ふーん、ああそう。何？いや、随分生意気なこと言うんだなと思って。生意気？その発言をするってことはあなたが私を下に見ているということね。俺お前のそういうところも嫌い。いちいち深読みすんなよな。こんなに小言言う嫁いらないかも。また始まった。ここからまた私が天涯孤独であることを揺さぶるのだ。そして夫のもう一つの代名詞的な文言。まあ子供がいればお前の孤独は解消されるかもな。うちもそろそろ子供作ってもいいんじゃない？夫は言い争った後にこれを言うのも忘れない。結婚当初私はすぐにでも子供が欲しかった。しかし結婚早々に優しかった夫の姿は鳴りを潜め、小言じじいと化した今、子供を持つことに躊躇している私がいるのだ。確かに私は夫以外の身寄りがない。しかし彼と結婚するまではきちんと一人で生活をしていた。お金だって貯蓄できるほどに稼ぎはある。できれば逆戻りはしたくないが、夫に脅されるくらいなら一人の生活に戻ってもいいかな、なんて思う時もある。そんな時、もし子供がいたら私は一生この人に虐げられる人生を送るのか、そして彼はそれを子供の前で振りかざすのか。そんなことを考えるとどうしても夫とはその先へ進めなかった。しかし夫はこのことも気に入らないのだ。結婚前はすぐに子供欲しいって言ってたじゃん。なのになんで結婚した途端子作りに協力的じゃないわけ？こんなの詐欺だよな。だったら安心させてよ。は？あなたはそうやって子供の前でも私の料理に文句つけるの？私の家事にケチつけるの？洗濯物の畳み方が違うって文句言うの？文句じゃない。思ったことを言ってるだけだ。それはお前がマイナス思考だからそう聞こえるだけだろ。やっぱさ、親がいないと性格って歪むもんなのかね。だからそういうとこだよ。どういうとこだよ？私をバカにしてる態度だよ。別にバカになんてしてないだろ。夫はヘラヘラと笑いながら答える。その顔が私をバカにしている何よりの証拠だ。そしてこれに追い打ちをかけるのが義母の存在だ。孫はまだなの？義実家へ行けば必ず聞かれることだ。そうなんだよ。母さんからも言ってやってよ。こいつ全然協力的じゃないんだよ。のぞみさん、
どういうことなの？義母はじっと私を見つめる。私はうつむいたまま何も言えない。まあいろいろあるのかしらね。マサト、ちゃんとのぞみさんと話し合いなさいね。俺はいつも話してるよ。でもこいつが。こいつなんて呼び方はよしなさい。とにかくきちんと二人で話し合うこと。いいわね。ああ、もう分かったよ。義母は多くを語らない人だ。義父を亡くしてからというもの、義実家で一人暮らしをしている。決して悪い人ではないのだが、孫まだなの発言が私を苦しめるのだ。本当に楽しみにしてくれているのは伝わっている。だから、まさかあなたの息子の性格に難ありだからこのまま結婚を継続するか迷っているなんて言えるはずもなく、ただただだんまりを決め込むしかない私だ。そんな時、義母が事故に遭った。私は夫から連絡を受け、会社を早退して義母のもとへ駆けつけた。夫よりも私の到着の方が早かったようだ。お騒がせしてごめんなさいね。お母さん、大丈夫なんですか？大丈夫よ。見ての通りピンピンしてるわ。ただ、足の骨を骨折してしまってね。そうですか。やだ、あなた、そんな泣くことないのよ。私は涙が溢れてしまった。すみません。お母さんまで事故でいなくなっちゃうかもしれないって。ここに向かう間、とても不安で。ああ、そうね。あの子がちゃんと伝えなかったのね。不安な思いをさせてしまってごめんなさいね。あなたには辛いことを思い出させてしまったわね。私は義母とこの時、初めて二人きりでいろんなことを話した。あなたはもう帰りなさい。いや、でも、マサトさんが来るのを待ちます。一緒に帰ろうと思っているので。すると義母はため息をついた。あの子は来ないわよ。だからもう帰りなさい。え、そんなことないですよ。私はあの子の母親よ。わかるのよ。悲しいことよね。そして義母の言う通り、面会時間を過ぎても夫は来なかった。私が帰宅すると夫はテレビを見ていた。あなた、何してるの？なんだよ、帰宅早々。お母さんが今日事故に遭ったって、あなたが私に連絡してきたんでしょ。なのにどうして病院に来なかったの？ああ、お前が行くと思ったから。は？一人行けばいいだろ。生きてんだろ。だったらそんな大事じゃねえだろ。たった一人の母親でしょ。うるせえな。いいから早く飯作れよ。俺、腹減ってんだけど。食べてないの？当たり前だろ。お前が作んのに、わざわざ俺の金使う必要ねえだろ。作らない。あ。作らない。もう寝る。お前、舐めた態度とんじゃねえよ。わかってんのか？お前は俺の機嫌を損ねたら。離婚するんでしょ。どうぞ、ご勝手に。私は空腹だったが、夫の言動が尺に触り、意地でも食事を作るものかと寝室にこもった。翌朝、目を覚ますとすでに夫はいなかった。そしてその日から、夫は家に帰ってこなくなったのだ。どうせ義実家に潜伏しているのだろう。あんなやつ、放置でいい。その日も私は仕事が終わると、義母のもとへ駆けつけた。夫とのことは話さなかった。入院中の義母にいらぬ心配をかけたくなかったから。私は義母の入院中、毎日病室へ通った。のぞみさん、本当にありがとう。マサトと、うまくいってないのでしょう。
そんな中でも私を気遣ってくれて本当にありがとう。すみません。謝らなくていいのよ。子供を作らない時点でなんとなく想像はついていたのよ。あの子があなたに何かしたんでしょう。私は義母に何と伝えればいいのかわからず、ただただ黙り込むことしかできなかった。女の勘は当たるものよ。のぞみさんが踏み切れなかった原因を作ったのはあの子なんだから。もういいのよ。私も孫が楽しみで、ついつい何度も聞いちゃって、あなたを追い詰めてしまったわね。ごめんなさいね。いえ、私もご期待に添えることができなくてすみません。そんな話をした矢先のことだった。医師から義母の足の完治にはまだ時間がかかると告げられた。しかし義母の退院は目前に迫っている。義母は一人暮らしだ。これは足が治るまで介助する人が必要だろう。そして私はその介助に名乗り出た。会社にそのことを相談すると、限定的なリモートワークの許可をくれた。義母にそのことを告げると恐縮しきっていたが、半ば私が無理やり強行することにした。退院当日、私は義母を迎えに行き義実家へ到着したのだが、夫と会うのは気まずい状態だ。しかしまだこの時間は就業中だ。顔を合わせるのは夜になるだろう。そして私は夕方に近づくにつれ気持ちが落ち着かない。そんな私を義母は不思議そうに見ている。実はちょっとしたことで正人さんと喧嘩しちゃって、彼家を出て行ってしまったんです。だから今日は久々に顔を合わせるんですよ。私の話に義母はキョトンとしている。合わせるってどこで？ここでですよ。あの人が行くところはここしか考えられないですし。すると義母の顔が一気に険しくなった。そう、なるほどね。あの、すみません。なぜあなたが謝るの？正人さんはお母さんの大切な息子さんですし、夫婦喧嘩で私が彼を責め立てたこと、不愉快ですよね。いいえ、ちっとも不愉快じゃないわ。あんな一度も見舞いに来ないような子だもの。え、一度もお見舞い来なかったんですか？ええ、そうよ。私は絶句した。義母の入院期間は2週間だ。その間あの人は一度も見舞わなかったのか。最低の息子だ。それよりもうあの子はダメね。それは。のぞみさん、落ち着いて聞いてちょうだいね。あの子はね、ここの鍵は持っていないのよ。え？だからここには来てないわ。それって？大丈夫、私にいい考えがあるわ。まずは私とあなたの話をしましょう。そして私は義母から驚きの提案を告げられた。それから1週間が過ぎ、私は荷物をまとめるため夫と暮らす家に戻っていた。荷物をまとめていると玄関の開く音がした。ああ、ちょうどよかった。話があったんだよね。私忙しいんだけど。母さんの調子どうだ？ご自分の目で確かめてはいかが？は、お前が世話してんだから俺が行く必要ねえだろ。っていうかお前ちゃんと母さんの介護やれよ。俺の命令が聞けないなら離婚だからな。そして夫は離婚届を突き出した。遅かれ早かれこうなることは想定内だ。了解、じゃあ離婚しましょう。は、私はその場で離婚届を書き上げた。じゃあ私が提出しておくね。夫は自分から離婚届を渡したのになぜか唖然としている。お前
分かってんのか。俺がいなきゃお前は天涯孤独。はいはい、天涯孤独ね。言いたいことはそれだけ。だったらもういいでしょ。私引っ越しの準備で忙しいのよ。なんで引っ越しの準備なんてしてんだよ。え、簡単なことでしょ。あなたと離婚して出ていくつもりだったからね。最後のタイミングはバッチリだったね。お前、母さんの介護どうすんだよ。あ、うん、大丈夫。お母さんのことは私がずっと寄り添うから。バカだな、お前。俺の母親に張り付いたって遺産はもらえねえよ。母さんが死んだら相続するのは一人息子の俺だからな。あんたはもう息子じゃないよ。義母が私の部屋から出てきたことに夫は目を見開いて驚いている。え、は、母さん、なんでいるの？介護が必要なはずでしょ。のぞみさんの引っ越しの手伝いに来てたんだよ、このバカタレが。松葉杖使えば動けんことはないんだよ。私の子供はのぞみさん一人だからね。まだ死んでもいない私の遺産を当てにするような子供はいらないよ。あんたは遺産を相続できないからね。は、俺とそいつは離婚するんだぞ。そいつに遺産を受け取る権利はないだろう。今ね、養子縁組の手続きを進めているんだよ。は、ちなみに相続結核の手続きも進めてるからね。あんたはもう私のお金をビタ一文受け取れないからね。このクソババアが。だから子供が欲しかったんだよ。このババアが俺を相続結核させることは見当がついてたんだよ。でも子供がいれば孫に遺産を受け取る権利があるんだ。だから早く子供作ろうって言っただろ。あんた、ほんと救いようがないね。あんたはどこまでも大バカもんだよ。あんたの子供が生まれてもその子をまた相続結核にするまでさ。ふざけるな、このババア。夫が義母につかみかかろうとした。私はとっさに夫を突き飛ばし、義母の手を引いて家を出た。あれ、あんた、あの人の奥さん。家の前に見知らぬ女性が立っている。あんたか。あんたがあの子の浮気相手かい。え、まあ今はね。っていうか奥さん、離婚届書いてくれた。早くこの家から出てってね。そうか、夫はこの人の家に転がり込んでいたのか。いきなり女性が登場したことで驚いたが、夫の浮気に揺さぶられる感情はゼロ。むしろこれで慰謝料が取れるとテンションが上がった。そしてタイミング悪く、私たちを追いかけてきた夫は不倫相手と私が対面したことにたじろいでいる。あんたがここでこの人を待たせてたんだろうが。あなた、浮気してたのね。ふふ、ありがとう。きっちり慰謝料を請求するね。夫は呆然として立ち尽くす。私と義母はそんな彼の姿を横目に車に乗り込み、その場を去った。そして役所へ寄り、そのまま離婚届を提出した。その後、私は宣言通り二人に慰謝料を請求した。二人は言い逃れをしていたが、自由奔放な浮気相手の SNS から濃厚な関係であったことが簡単に暴かれ、二人して私に多額のお金を振り込んだ。浮気相手は、義母の遺産目当てで遺産が手に入らないことがわかると、とっとと元夫の前から姿を消した。お金が大好きな似た者同士だったんだね。そして元夫は復縁しようと何度も義実家へやってきたが、義母から門前払いをくらい打つ手なし。私は早々に彼の連絡先をブロックしていたから、電話をかけることもできない。何度か知らない番号から連絡が来たが、知らない番号など相手をする必要もない。あれから義母の足も無事完治し、後遺症もなくとても元気だ。
養子縁組を提案してくれた義母には感謝の気持ちでいっぱいだ。そして数年経った今も私は義母と一緒に楽しい生活を送っている。もう私は孤独じゃない。血なんてつながっていなくても、お互いが思いやる気持ちを持てば本当の家族になれるのだ。私はこれからも義母との、母との生活を大切に過ごしていこうと思っている。